ジャンボ1番ホール350ヤードのパー4セカンドショット。先ほど番組の最初にティーショットご覧いただきました。セカンドショットは左からの風うまく使って完璧なポジションに乗せてきて、この時点で早くも12アンダーで渡辺司10アンダーにしました。そしてジャンボ、これが5番、距離があったバーディーパットなんですが、これはジャンボも嬉しい。そしておっと11番のパー3、ジャンボはバンカーにティーショットを入れて、今のバンカーショットうまくいきません。これが第3打。うん、ということで